サントロシングアトスは、現代自動車の欧州営セグメント級小型自動車で、ある。現在は、新興国市場で展開され、ヒュンダイのエントリーモデルとなっている。社名の A 字表記はオットースであるが、かつてはいくつかの市場で、A2Z に由来するエイタスの表記を採用していた、ことがある。また、製造国のインドでは、サントロの社名で販売されている。 欧州 A セグメントサイズのトールワゴンとして1997年に発売開始された。搭載されたエンジンは全て直列4気筒のイプシロンファミリーで、韓国仕様は当時のキョンチャ企画に収まるように G4 派型0.8リットルが搭載され、他のアジア諸国向けにもラインナップされたが、ヨーロッパなどには G4HC 型1.0リットルや、 G4HG 型1.1リットルがラインナップされた。マレーシアでは政府から国産車メーカーの認定を受けたイノコムが自社ブランド車としてアトスの生産を行った。1999年4月15日、韓国でキアビストが発売開始された。アトスの前高を若干下げて5ドアハッチバックボギーにした車種であるが、1998年に 参加に収めた、キア自動車のラインナップ拡充のために、ヒュンダイブランドではなく、キアに OEM 供給で投入することになった。キョンチャとして販売されたビストには2000年に0.8リットルターボが追加されている。また、ビストは韓国以外にインドネシアでも製造、販売が行われた。このハッチバックは海外向けには、ヒュンダイアトスプライムとして投入された。また、 インドではサントロの名称で発売され、同国におけるヒュンダイの急速なシェア拡大に大きく寄与した。トールワゴンのアトスは2002年12月に販売を終了し、ヒュンダイは韓国のキョンチャ市場から撤退した。2003年前後デザインを大幅に変更したアトスプライムが発売された。韓国市場には投入されなかった。また、 キア自動車は2003年12月にビストの販売を終了し、2004年からはモーニング、ピカントを投入している。インド向けはサントロシングというサブネーム付きの社名になった。2007年にアイジューが発表され、ヨーロッパではアトスプライムの後継車種となった。インドなど新興諸国ではアイジューはアトスプライム、サントロシングの上位車種に位置付けられて併売された。 2011年に後継となるイオンが発売され、2014年にインドにおけるサントロの製造、販売が終了した。イノコム・アトスプリママレーシアのイノコムは2006年にイノコム・アトスプリマの製造、販売を開始した。これは、トールワゴンのアトスのフロントフェイスをフェイスギフト後のアトスプライムと同様にしたものである。2018年、イオンの後継車種として4年ぶりに、 サントロの社名が復活した。外寸はイオンより拡大されている。エンジンは、イプシロン G4HG が多直列4気筒1.1リットルで、ガソリン版と CNG 版の2種類となる。トランスミッションは5速 MT と5速 AAMT が設定される。南米諸国やブルネイでは、アトスの社名で販売される。また、ベリーズでは引き続きイオンの社名で販売される。 ありがとうございます。